さあ、東京は青空が続いています。もう絶好の洗濯日和、そして今夜はなんと満月が見えるんですよね。4月の満月はピンクムーンということで、そのピンク色の月が見えるわけじゃないんですけれども、綺麗な満月見られると思います。そんな時におすすめのストレッチがあるんです。例えばお月様見つけてね、どこかな、どこから、どこから見つからないな、どこから見えないからの見えたです。ふざけてないんですよ。これは試しに10秒、20秒、30秒やってみてほしいんですよね。しっかり見えないところが、この腕を動かすイメージでお腹を見えないってやると、もう脇腹のお肉にすごく刺激がいくんですよね。実際動かすとすごく動いてるの分かりますかね、これ。これ試しに30秒やってみると、本当に脇腹の腹筋運動になるので、最後に皆さん一緒にやってみましょう。さあ、お月様見えるかな、見えるかな。ちなみに西日本はちょっと雲が多くなってきて、夜はにわか雨気をつけなきゃいけないんですけど、その他各地今日は見えそうなので、お家でお空見上げるのはいかがでしょうか。あ、見えない、見えない、見つからない、見つからない、見えた、見えた。声を出す場合は、お家の環境も気をつけて、お隣さんの環境も、最悪は息吐けば大丈夫です。見えた、見えた、見えないからの見えた。もう本当に効きますから、騙されたと思ってやってみてください。僕も家でたまにやったりするんですけど、1分できますかってこと、ぜひ楽しんでみてください。お月見楽しみながらお腹割れますよ。さあ、今日も元気にいきましょう。見えないからの見えた。